け、このまどかさんが国民民主党から立候補してくださると聞いたとき、私嬉しかったです。このまどかさん、1999年に国会でヤジを受けました。どんなヤジだったか。あんたも離婚してんだろ、そういうヤジを受けました。ほっとけって話ですけども、じゃああれから20年経った、国会は変わったか。私も2016年に初当選させていただきました。初めて国会の質疑に立ちました。初めてですから、今までずっと思ってきたことを言おうと思って、当時総理だった安倍さんに、目の前にいる安倍さんにこう言ったんです。安倍総理、何を聞いても民主党政権時代よりはマシだったという答弁はやめにして、私の質問にまっすぐに答えてください。そうじゃないと私は何か嘘をつかれているような気がするし、政治はそんなもんだとしらけてしまうから、だから安倍総理、私の質問にまっすぐ答えてくださいというふうに申し上げました。そしたら予算委員会第一委員会室、どんなヤジが起こったか、まあ、まずみんな笑ってますね。えらいお姉ちゃん出てきたな、素人引っ込め、なんていうヤジに混じって、私が一番傷ついたのは、すぐ後ろから聞こえてきたこんなヤジです。この子さ、1歳と3歳の子供家にいるんだろ、母親だったら家で育児しとけよ、言われました。子供かわいそうだなって言われました。子供たちに寂しい思いをさせているのは私が一番分かってる。だから先輩に、私こんなセクハラ受けたんですけどって言ったんですよね。そしたら先輩にそう言われました。国会議員が議場の中で何を言っても罪に問われることはない、だからこれからはくるっと振り向いてこう言えと、何々党の何々議員、今母親だったら家で育児しとけよと言いましたね。そう言って、今この時代のこの国会のこの生々しい空気を必ず未来永劫残る国会議事録に残しておけと言われました。国会何にも変わってないんです。この窓川より子さんが一生懸命戦っていた時、一生懸命女性や子供、その権利を守るために自ら落として働いていた、あの時の国会と未だ何も変わっていません。